丸岳は、箱根山北西部、神奈川県足柄下郡箱根町と静岡県御殿場市の境にある標高1156メートルの山である。箱根山古木外林山の一方であり、金太郎伝説で知られる金時山の約3キロメートル南西に位置する。周辺の山々と共に、富士箱根伊豆国立公園に指定されている。山頂部は小広くなっており、 休憩用のテーブルとベンチが設置されている。東側から南側にかけて開けているため、箱根山カルデラ内の足の湖や仙国源、中央下高級の大が竹や上山、外林山の山々、そして静岡県側には富士山麓と駿河湾を望むことができる。三角点は外林山の稜線から西側へ離れた静岡県側にある。山頂には、 NTT の丸岳無線中継塔が設置されているため、箱根カルデラ内や御殿場などの山麓から望んでも、一目で丸岳とわかる。丸岳から連なる外林山の両線は、北へは乙女峠、長尾山、金時山へと連なり、金時山より進路を東に変え、明神が岳、明城が岳へと伸びる。南側の両線は、 箱根スカイラインや足の湖スカイラインと平行に、長尾峠、小尻峠、三国山へと連なり、国道1号線の箱根峠へ至る、丸岳山頂付近からの眺望。ありがとうございます。